今回の申し立てはその国が公式に認めた危険が現に存在するんだから、地下鉄や新幹線を止める前に、原発止めろということで、本件の今回の申し立てに至ったということでございます。本当に頻繁に発射されているということ、それが北朝鮮のミサイルをめぐる状況で、日本の政府は今言ったように、破壊措置命令の常時発令という今までかつてなかった処置を取っております。でこれ私どもはこれを非常に深刻に捉えておりまして、俗説によればそれは大げさだよとかいう人もいるわけですけども、そもそもこういう防衛情報というのは、特に外国からの攻撃とか外国の軍備とかいうことに関する情報というのは、いわば機密事項でございまして、政府の中でも中枢の人物しか知らない性質のものです。で、それは言ってみれば防衛大臣とかその直下の部下とか、それからあと内閣総理大臣、それから官房長官、そういう程度の人に限られた情報なんですね。でその中枢に秘密、自分たちしか知らない重要な秘密に基づいて、こういう危険があるということで認定したのだから、そういう情報に触れてない人が大丈夫だよ、大げさだよなどということは言えないというふうに私どもは考えています。で、それは裁判においても重要なことで、裁判官がですね、いや大げさだよ、そんなミサイルなんか飛んでこないよと、原発なんか狙ってこないよなんていうことはですね、裁判官は言えないだろうというふうに私どもは考えています。で、最近は権力を忖度する裁判官がそこここにいるんですけど、権力の意向を忖度すればするほどですね、これは危険だ、確かに止めようということになってしかるべきだというふうに私どもは考えております。今は金正恩という男にその核兵器のボタンじゃない、ミサイルのボタンは委ねられてるわけだから、彼の主観によって僕らは襲われるんです。その時に一番弱いところですね、若狭湾に15機も買っておっぴろげてるわけです。どうぞって言って、そんなことしてていいのっていうのがこの今回の会社、この論理はね、日本中の原発に当てはまるんですよ。で、ましてね、ロフテッド方式って言って高いところに上げたらね、どれを選ぶかっていうのはもうよりどりみどりみたいなもんで、それこそ泊原発だって狙えるし、浜岡原発だって狙えるんですよ。でこの申し立て書にも書きましたけど、7メートルの誤差で当てられるようになったぞって金正恩は言ってるわけですよ。でそれは本当か嘘か分かりませんけど、絶対に嘘だとは言い切れませんよね。もしかしたらそれぐらいの精度になったかもしれない。そしたら日本中の原発はどこでも狙えるから、僕はこの裁判で勝ったらそれは水平展開できる、そういう戦いになると思います。北朝鮮労働新聞、日本領土には数多くの原子力関連施設が各所に、日本の40年代におった、各所にあると、日本の40年代におった核惨禍、要するに広島、長崎原爆のことですが、とは比較にならないほど、ひどい災難を負うことは避けることができないということを言ってるんです。総工39号書で、この証拠説明書はですね、皆さんの幹事の方に渡してあるのでコピーもらってください。労働新聞で一生懸命探したら出てきて、要するにね、北朝鮮は日本の弱み知ってるよって言ってんですよ。原発やられたらお前ら一発であたふたするだろうっていうことを言ってて、でやっぱあとね、米軍基地も狙う可能性もありますよね。ただ米軍基地狙ってやったらその跳ね返りがあまりにすごいだろうから、やっぱり日本の原発の方がとりあえずはいいって思うかもしれないです。